アーロン・ヘルナンデスは、コネチカット州ブリストル出身のアメリカンフットボール、選手。NFL のニューイングランドペートリオッツでプレーした。ポジションは、タイトエンド。同チームのロブ・グロン・コースキーとは強力な手コンビを形成し、プロボールにも選出されるなどの活躍を残した。プエルトリコ系の父親とイタリア系の母親の間に、生まれた。父親は2006年1月。 彼が16歳の時にヘルニアの手術の際、合併症により49歳で亡くなった。高校では当初ワイドレシーバーとしてプレーし、その後、タイトエンド及びディフェンシブエンドとしてプレーした。最終学年の時、67回のレシーブで1807ヤード、24タッチダウンを上げるとともに、72タックル、12サック、3ファンブルフォース、2ファンブルリカバー。 4キックブロックの活躍を見せて、コネチカット州のゲータレードフットボールプレイヤーオブザイヤーに選ばれた。1807ヤード獲得及び24タッチダウンは、州の新記録であった。通算でも、州の大記録となる31タッチダウンを挙げた。彼はまた一試合での州のレシーブ記録となる376ヤードを、記録している。これは、 全米の高校生史上7位となる記録でもあった。1試合あたり180.7ヤード獲得という全米の高校生記録を作った。彼は2007年にはスカウト .com から全米のタイトエンドでトップの評価を受けた。当初彼は兄と同じコネチカット大学でプレーすることを考えたがアーバンメイヤーヘッドコーチのフロリダ大学に進学することを決めた。 一年時の2007年は3試合に先発9回のレシーブで151ヤードを獲得 2td を挙げた。二年時の2008年にはコーネリアス・イングラムが負傷したこともあり、先発11試合を含む13試合に出場し、34回のレシーブで381ヤードを獲得 5td を挙げた。この年チームは、 BCS ナショナルチャンピオンシップゲームでオクラホマ大学と対戦。彼は5回のレシーブでチームトップの57ヤードを獲得。チームは3年ぶり2度目の優勝を果たした。この時のフロリダ大学の QB はチームティーボーである。3年時の2009年にはチームトップの68回のレシーブで850ヤードを獲得 5TD を上げて、 カレッジフットボール最優秀のタイトエンドに贈られるジョン・マッキー賞を受賞した。またサウスインスタンカンファレンスのファーストチームに選ばれるとともに AP 通信、カレッジフットボールニュース、スポーティングニュースよりオールアメリカンファーストチームに選ばれた。彼は4年時に進学せず2010年の NFL ドラフトにアーリーエントリーを行った。2010年の NFL ドラフトでは 能力は高く評価されたものの素行に問題があるという指摘もあり、4順でニューイングランドペートリオッツに指名された。この時のドラフト2順でペートリオッツは同じタイトエンドのロブグロンコースキーも指名した。ボストングローブは彼が大学時代にマリファナを使用したことを認めたことや薬物テストで複数回陽性であったことが指名順位を下げたと報じた。その後、 ペイトリオッツはヘルナンデスについての声明を発表。彼が薬物テストに落ちたのは1回だけであったと発表した。同年6月8日、4年契約を結んだ。この時彼は20万ドルのサインボーナスを受け取ったが、この金額は2006年のドラフト4巡で指名されたスティーブン・コストコースキーの半分未満であった。1年目の2010年、開幕からアクティブロースターに入った。 第2週のニューヨークジェッツ戦で101ヤードを獲得したが、1960年以降に1試合で100ヤード以上を獲得した最も若い選手となった。第3週のバッファロービルズ戦では、チームトップの6回のレシーブで65ヤードを獲得したほか、1回のランで13ヤードを獲得した。第9週のクリーブランドブラウンズ戦で、トム・ブレーディから1ヤードの TD パスを受け、 プロ初タッチダウンを上げるなどに t d を上げた。第15週のグリーンベイパッカーズ戦でもに t d を上げ、その週の最優秀新人選手に選ばれた。この年7試合の先発出場を含む14試合に出場し、45回のレシーブで563ヤードを獲得、6td を上げた。2010年は背番号85番をつけてプレーしていたが、 2011年7月、チャドオチョシンコが加入した際、無償で上として、ランディモスが2007年から2010年シーズン半ばに、ミネソタバイキングスにトレードされるまでつけていた81番をつけるようになった。この年開幕からの12試合のうち、10試合では先発出場したが、膝の故障で2試合を欠場した。第15週のデンバーブロンコス戦では9回のレシーブで、 自己ベストとなる129ヤードを獲得、1TD を上げた。12月にプロボールの補欠選手に選ばれた。この年彼は、グロンコースキーと合計で 17TD、1327ヤードを獲得した。これらはいずれも1シーズンの1チームによるタイトエンドのレシーブ記録であった。ブロンコスとのプレーオフでは42ヤードのランを見せるなど、 第46回スーパーボール出場に貢献した。スーパーボールでは、ベイトリオッツは17から21で、ニューヨークジャイアンツに敗れて、スーパーボールリング獲得はならなかった。2012年8月27日、NFL のタイトエンド史上最高額となる1250万ドルのサインボーナスを受け取るなど、5年4000万ドルとなる契約延長をベイトリオッツと交わした。 4000万ドルという契約金額もクロンコースキーの5300万ドルに次ぐ NFL 歴代2位の高額契約であった。この時、すでに亡くなったロバート・クラフト・オーナー夫人の基金に5万ドルの寄付をしている。第2週のアリゾナ・カージナルス戦で足首を負傷、その後数週間欠場したが、12月10日のヒューストン・テキサンズとのマンデー・ナイト・フットボールでは8回の レシーブで58ヤードを獲得に TD を挙げた。2013年1月20日のボルチモア・レイブンズとの AFC チャンピオンシップゲームが現役最後の出場試合となった。2013年6月17日、婚約者の妹の恋人に拳銃で5発を打ち込んで殺害した疑いで同年6月26日に逮捕された。その後、 1> 第1級殺人と銃の違法所持容疑で逮捕、起訴された。彼は逮捕直後に、ペイトリオッツより解雇され、彼のレプリカジャージを購入した所有者にはレシートが、なくても、トム・ブレーディ、ロブ・グロンコースキー、ビンス・ウィル・フォークのジャージと、無料交換するサービスが25万ドルの経費をかけて、取られた。その後、別件で二人を殺害した容疑もかけられた。2015年4月15日、 執行猶予及び仮釈放なしの終身刑を言い渡された。一方、後者の事件では2017年4月14日、無罪判決が言い渡された。2017年4月19日未明、獄中で首をつっているのが発見された。救急搬送されるも搬送先の病院で死亡が確認された。満27歳。 終身刑を言い渡された事件について上訴していたが、マサチューセッツ州憲法には、訴訟継続中の被告が死亡した場合は、判決を抹消することが規定されているので、有罪判決は抹消された。2018年10月30日、ハーパー・コリンズより、兄であるジョナサン・ヘルナンデス・著の伝記、ザ・トゥルース・アバウト・アーロン、マイ・ジャーニー・ツ・アンダース・タンド・マイ・ブラザーが出版された。 ヘルナンデスには慢性外傷性脳症の兆候が見られたため、家族は死後、ヘルナンデスの脳を医学的調査のために提供した。ボストン大学クトセンターのセンター長のアンマッキーは2017年11月9日、医学学会で調査の結果を発表した。ヘルナンデスの脳はステージ3のクトを患っており、著しい前頭葉の損傷が見られた。 このレベルの区とはこれまで46歳以下の患者には見つかっていないほどのものであり、またこれほど深刻な区とは一般に意思決定、暴力衝動の抑制を困難にするものだ、とマッキーは説明した。ありがとうございます。